はい、こんにちは。学研プライムゼミ現代文化池上和弘です。で、今日はね、共通テストに向けてどういうふうにね、勉強していけばいいのかっていうアドバイスを3点ほどね、したいと思います。で、まず1点目です。共通テスト当然ね、センター試験とは少し変わります。で、変わるんだけど、土台になる現代文の力、読む力、解く力っていうのは当然求められるわけですから、まずはその現代文を読む力、解く力、ね、正しく文章を読んで正しく設問に答える、その力を養う必要があります。で、そのためにぜひ活用してもらいたいのがセンター試験の過去問です。で、センター試験の過去問は両問がやはり多いですから、正しく評論文を読んで設問に答える、正しく小説を読んで設問に答える力を養うにはうってつけになります。ですから、新しめの問題で構いませんから、センター試験の過去問を使って読解力を鍛えていくようにしてください。次、2点目です。とは言っても当然共通テストですから、センター試験のまるっきり同じなわけではありません。土台になる基礎的な力は同じであったとしても、問題の形式は若干変わります。で、共通テストで、新しい形式として出されるものが2点あって、1つが複数テクストの見比べで、もう1つが実用文ですね。で、これらに関してはセンター試験の過去問だけではなかなか慣れができないですから、慣れることができないですから、そのためには例えば共通テストの思考調査の問題を活用するなどをやってですね、複数文章の見比べおよび実用文に対する対策も講じるようにしてください。で、3つ目で、それらの問題解くときのアドバイスなんですけれども、ついついマーク式の問題になってしまうと、受験生は消去法を使ってね、違うところを探していって、一個残ったやつが正解という方法で取り組みがちです。でも、それではなかなか成績のアップにつながっていきませんから、できるだけ積極法で考えてみる、こういう構文になるもの、こういうキーワードがあるものっていうふうに考えて、記述的に答え考えて、それに近いものがこの選択肢だっていうふうに積極法でね、極力問題を解くっていう練習をやっていくようにしてください。もちろん積極法でキーワードあるものが2個あった場合、2択まで絞った後で最後にこっちは嘘が入るから正解こっちで決めることもあります。でも、いきなり何のポイントも分かってないのに嘘入ってるものを落としていくっていう方法でやっていくと、なかなか現代文力ね、養われていきませんから、積極法でやっていくようにしましょう。今言ったようにセンター試験の過去問を使ってまずは基礎力をつける、で、その上で、共通テストの思考調査の問題なんかを活用していきながら共通テストになれる、で、極力問題は積極解きに行くです。で、この3つを養うために作っているのが学研プライムゼミの共通テスト対策現代文になります。まずは練習ユニットではセンター試験の両問の過去問を使って基礎的な読解力をつけます。で、その上で実践ユニットでね、思考調査の問題、オリジナルの問題を活用して共通テスト対策をしていきますから、ぜひね、受講してください。